ブンでございます。こんにちは、ブンと申すものでございます。皆さんチョコレート好きですか？チョコレートを食べ過ぎて胃がチクチクなったことはありませんか？ブンさんはですね、チョコレートを大量に食べることが多いんですよね。多いというか、あることをしているときは食べなきゃダメなんです。食べなきゃやってられないんですよ。その理由とチョコレートを食べて胃が痛くなる原因と対策をですね、記事にして先日ブンちゃんのブログのようなものに投稿したので、ここで読んでみますね。はい、ということでブンちゃんの投稿記事読み聞かせコーナー。はい、チョコレートのちょっと役に立つ話。ついに新サイト新談話かっこ仮の開発を再開したブンブン。これまで優先的にやってきた YouTube 動画制作と比べて5倍から10倍も脳の認知資源を使う作業なのにもかかわらず、全く精神的ストレスを感じることなく、まるで水を得た魚のように生き生きとしています。毎日毎日楽しくて楽しくて仕方がないプログラミング作業。プログラミングとは、コンピュータが理解できる言葉でプログラムを作成する行為のことです。ウェブサイト、PC ソフト、ゲームソフト、スマホアプリなどは全てプログラミングによって作られているんですよ。以前勤めていた会社を9年目で辞める決断をしたきっかけにもなったプログラミング。プログラミングは、ブンブンの天職なんやと改めて実感させられました。プログラミング作業をしていて、どんな壁にぶつかっても精神的なストレスは感じません。苦労を重ねて目的の機能を完成した時や、バグが取れた時の喜び、達成感たるや何者にも変え難いものがあります。普通の人生では経験することはほぼない。度を超えたマルチタスク、5から6の事柄を頭に浮かべて同時進行で処理している不安定な状態のまま、プログラムコードを変えていくこともしばしば。で、脳を稼働させるので、過度な運動で筋肉が疲労するように気がついたら脳だけが物理的に疲労しています。だから大量のチョコレートと睡眠は欠かせません。そんなブンブンはチョコレートが大好きなのですが、大量にチョコレートを食べると、胃壁にチョコレートがこびりついてチクチク痛くなってしまうことが多いです。特に冬は気温が低いので、チョコレートも溶けにくく、体内の内壁がチョコレートでコーティングされてしまい、胃液の出口が塞がれ、その周辺が炎症を起こしてしまうようです。それがブンブンの悩みの一つでしたが、1年ほど前に胃が痛くなる原因を絞り込むことに成功しました。胃が痛くなるのはチョコレートそのものが原因ではなかったんです。チョコレートに添加された植物油脂が原因でした。これが含まれていることで体内の内壁にチョコレートがこびりつきやすくなっていたんです。皆さんもチョコレートを買った時に食品表示を確認してみてください。ほぼ 95% を超える確率でどのチョコレートにも植物油脂という記載があると思います。この植物油脂は製品コストを抑えるため、成形加工をしやすくするために加えられる添加物です。チョコレートの原材料のカカオマス、カカオ豆を焙煎加工したものですね、にはココアバターが含まれています。このココアバターの融点は、産地や豆の種類によって差はありますが、32から36度と低く、気温の変化で溶けて形が崩れやすいので、特に夏場の流通商品としては成り立ちません。人体よりね、低い温度で溶けてしまうんですね。そうならないために夏場の保存性を高めて、口の中でいい感じに溶けるように、ココアバターよりも融点の高い、溶けにくい植物油脂が添加されます。そのように、チョコレートの融点が高くなってしまう植物油脂が添加されたチョコレートを大量に食べると、37度前後の体内ではすぐに溶けないので、長い時間胃の内壁にこびりついてしまい、胃液の出口が塞がれて炎症を起こしてしまうんだと思います。ココアバターなら32度から36度で溶けるので、体温で早めに溶けてしまいます。実際に植物油脂が含まれていないチョコレートを食べて胃が痛くなったことはありません。それなら植物油脂が含まれていないチョコレートを買えばいいんじゃないかと思うのが普通ですが、買おうと思ってもほとんど売っていないんです。
お店に並ぶ全ての袋入りチョコレートが植物油脂を含んだものだけなんてことはザラなんです。これまで散々スーパーのチョコレート売り場で全ての製品の食品表示を確認しましたが、めったにお目にかかりません。ブンブンがよく行くスーパーで手に入る商品の中では4種類しか見つかっておりません。うち一つは海外の輸入品でした。日本のメーカーから発売されている商品では3つ、その中で記憶に残っている商品は明治ミルクチョコレート、茶色いパッケージのやつですね。明治チョコレート効果、これはいろいろ種類があるんで一部含まれる商品もあります。それと、イオントップバリューの一口カカオ 70% ブラックチョコレートだけです。小さな板チョコや箱入りチョコレベルでは、植物油脂が含まれていないものは見つかりやすいですが、ブンさんは脳のエネルギー源としてチョコレートが大量に必要なので、脳のエネルギー源はほぼブドウ糖だけです。本当はこういうブドウ糖をね、直接体内にぶち込んでやると脳のエネルギー源として即効性があるのでよく買ってたんですけどね、最近お店で見かけないんですよね。この愛知県の飴屋さん、大丸本舗のブドウ糖おすすめですよ。脳をよく使う人は見かけたらぜひお買い求めください。 Amazon にも売ってるみたいですけどね。ということで、異常に脳を使う作業をするときはですね、ブドウ糖と果糖が結合してできている砂糖が取りやすいチョコレートを好んで食べています。ブンさんは脳のエネルギー源としてチョコレートが大量に必要なので板チョコは買いません。そのため袋入りチョコレートを探すのですが、植物油脂が添加されていない袋入りのチョコレートはお店に置いていないことの方が多いんです。やはり溶けやすいので扱わないお店が多いのかもしれません。だから見つけたら買うようにはしています。ない時は買いません。皆さんの中にもチョコレートを買う人が多いと思いますが、もし植物油脂が含まれていないスーパーなどで手軽に手に入る袋入りチョコレートを発見されましたら、情報を教えてくださいね。チョコレートを大量に食べると胃が痛くなる原因が植物油脂であるということは、ブンさんが実体験を重ねて発見した独自の言及報告です。上記の説明により理にかなっているし、現実に明白な結果が出ているので正しいと思っています。チョコレートなどの加工食品の表示には食品表示法という法律によって決められたルールがあります。その一つ、原材料名の表示にもルールがあります。原材料名の欄には原材料と添加物が表示されています。見ただけではどれがどのくらい含まれているのかわからないですよね。今のところですね、具体的に何グラムとか表示する義務はないんですが、原材料名の表示は重量の割合が多いものから順に表示しないといけない決まりになっています。ということで、明治のミルクチョコレートとトップバリューの一口カカオ 70% ブラックチョコレートを見比べてみるとですね、ミルクチョコレートは砂糖の割合が最も多いチョコレート、一口ブラックチョコレートはカカオマスの割合が最も多いチョコレートみたいですね。チョコレートの成分であるカカオマスやココアパウダーに含まれているカカオポリフェノールは抗酸化作用による美容効果、高血圧予防、動脈硬化予防、アレルギー改善、さらには脳の神経細胞の動きを活性化させ記憶や学習などの認知機能を高めることが期待されています。ということで、カカオポリフェノールとブドウ糖が取れるチョコレートを食べると異常に脳を使うプログラミングのような作業がはかどるんですね。世の中には原材料名の先頭に植物油脂と砂糖が並んでいるようなチョコレートもあります。そういうチョコレートは6割7割が植物油脂と砂糖でできています。言ってみれば油と砂糖の塊のようなものなので、体にいいカカオポリフェノールの恩恵はほとんど受けられません。そういったチョコレートは体にいいはずはないので、食べ過ぎには注意してくださいね。はい、ということで、チョコレートが大好きなのに胃がチクチク痛くなるから食べるのを避けていた人はですね、ちょっと食品表示を確認して、植物油脂が使用されていないものを試してみてはいかがでしょうか。ブンさんはですね、これで結果が出て大好きなチョコレートを我慢しないで済むようになりましたが、人それぞれ体質が違いますのでね、試される方は自己責任でお願いします。植物油脂を使っていない純粋なチョコレートでも、チョコレート自体はもともと食道や胃にこびりつきやすい性質を持っているので、胃が弱い人は特に食べる前に牛乳を飲んで内壁をコーティングしたり、食を温かい飲み物で洗い流すようにした方がいいと思います。はい、今日はこの辺にしておきます。この動画が役に立った人はグッドボタンを押して応援してくださいね。また次の動画でお会いしましょう。ほなさいなら、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 ほなさいなら。